ファーストステージ二次リーグバーチャルトゥーライフなんだ。それでは早速参りましょう。二次リーグスタート。第1問、はい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 、鈴原ルルの配信開始時の挨拶、これ制限時間ある？こうんるる。回答はオープン。はい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 。なるほどね。コンルルね。はい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 。そうですよね。コンルル。彼女によって何かしらの大ダメージを与える、食らうことを表現する際にコンルルする、コンルルされると使う場合もある。そうなんだ。よかった。はい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 。まあ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 。コラボ配信に遅刻してしまったことがある、共通点を持つ XR ビオ・ユラヒムの2人によるユニット名、ゴミクズだっけ？え、ちなみに、ゴミーズ？なんだっけ？23G5ゴーミーズかな？ゴーミーズ？ああ、はい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 。はいはいはい。違う違う。似てたじゃん！別に2人のことをそう思ってるとかじゃない、これは。なんか類似して、そんな感じだったなって。いう意識、アークぐらいの時にあったよね。お、俺らはゴミ、お前らはゴミと言い合ったのが由来。おお。毎週火曜日にはプチフルールが。ん？プチッとフルール？フルーズ？ん？プチフルが。毎週金曜日には樋口楓がパーソナリティを務めるラジオ番組に共通するタイトル。これむずくない？ザ。なんだろう。P からな気がするな、でも。何これ、なんか、ザプチットとかじゃないの？ここの5文字で。フルールはないよな。プ、ザ、いや違うわ、もう。もう戻りたい。これわかんないな。プチ。もう無理だ。多分、ここに愛があるはずだったの、僕の作戦では。ザ、プテ、プチ。プチ。終わった。プチ。プティ。プッティ。え？ T しか合ってない。やべ。ザ・キャッチ。あー、ザ・キャッチか。いや、キャッチだと思ったんだよな、本当は。ザ・キャッチ。毎週月曜日から金曜日の18時から19時に文化放送超 A&G プラスで放送されている動画付きのラジオ。火曜日にはプチフルが、金曜日には樋口楓がメインパーソナリティを務めている。いや、思ったんだよな。私とあなたはセカンドステージに進むための必要なラインを超えたことができたのか。超えてた？やばくない？後半ボロボロだったよ。ありがとうございます。お疲れ様でした、本日の配信。でも、一回やり直せるんですよ。実はね。ファーストステージ、二次リーグ。え、どんなルールなんだろう。第一問。我、二次三次かな。我、二次。これ二次三次でしょ。俺はまあなんかそんな気がする。はい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 。まあ、ここはね。大丈夫です、大丈夫です。さすがに。さすがのかなえといえど、ここは。意外と知ってるもんだな。もう今の僕、星4ぐらいの難しさだと思ってたけどね。え、いいんすか、そんな。スーペー。スーペーです、スーペー。たくさんね、いつもありがとうございます。励みになります。
これ2時3時関係なくない別に。いや、そんなことないよ。そんなこと言っちゃいけない。逆に2時3時からこの機能した人も多いからね。公式で部長の立場であるライバー、部長ってことは部活動、八代さんはないから部活動に所属してそうな人、瀬戸宮さんかな。はい、まあまあわかる、あたりエーペックスやってますから彼女も。わかります、それはもう写真部部長ですよ。当たり前ですよ。思ったより結構だったな。え ?23 人インドネシアの所属場所があれば、アディア、ビハン、ヌールの3人のユニット目、3共通点探そう。スリーフンフンズ、フンフンズか。スリー、いや分からんて。スリーライバース。どうよ。あ、インドか。失礼しました。いつもわかんなくなるの。なんかね、インドとインドネシアの、なんだろう、あれを覚えたはずなんだけど、覚えたゆえにわかんなくなること結構ある。スリーアイディオッツ。イディオッツ。サンバカ。インドで公開された映画をもじって名付けられたグループ名。なるほどね。でも、まあでも。いや、わかんない。イディオッツさん。さあ、24万。覚えてるよ。よーし。クリア!よしよし。よかった。初見でクリアできて。初見だからまだ。おめでとうございます。ライン越え達成です。ありがとうございます。じゃあ、セカンドステージ。